日本の次期戦闘機開発が進行中ですが、新進戦闘機のテスト飛行後に、計画が二転三転しました。現在、日本は、イギリス、イタリアと共同で次期戦闘機を開発しているのをご存知でしょうか。今回は、この3カ国共同開発において、XF9 エンジンが使用されるかについて見ていきます。F3 戦闘機の開発計画は日英で進んでいますが、やっぱり純国産がいい。次のエンジン開発コードは XF59 でしょうか。最後まで見てくださいね。2024年3月26日、日本の現岸田政権は、イギリスとイタリアとの3カ国で共同開発を実施する有人戦闘機の F3 次期戦闘機について、懸案事項となっていた第三国への輸出を可能とする決断を閣議決定によって解禁することを決めた。これによって、日本は、イギリスとイタリアとの3カ国の共同開発を実施する有人戦闘機の F3 次期戦闘機を、完成品として海外輸出を行うことを法的にも可能としたため、反対派からは、多くの批判の声が、予想の通りに吹き出している。そうした反対派の意見の根底にあるものは、日本は、憲法9条を持つ平和国家であり、そこに掲げた理想と完成品の武器輸出とは、相入れないものだとする考えた方があることは、今更述べるほどもないほどの周知の事実だろう。ことに反対派の多くは、日本が、こうした完成品の武器輸出を行うことで、死の商人になるというような、いかにも情緒的な言葉による扇動を繰り返し行っているが、かつての冷戦時期から連綿と続いてきたこうした言説を支持する国民はもはや多くはない。すでに、開始から3年目に突入したロシアによるウクライナ侵攻や、尖閣諸島方面における中国の軍事的な脅威を目の当たりにしている多くの日本国民にとっては、日本が防衛力を増強せざるを得ないと、ことは必然と受け止められている感も強い。また、今回の日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で共同開発を実施する有人戦闘機の F3 次期戦闘機を完成品として海外輸出する件に関しては、無条件にそれを承認するわけではなく、一応の政治的な条件が付与されている。それは、第一に、まず、第三国への完成品の武器輸出を認めるのは、今回の戦闘機に限定することとなっている点であり、何でも、闇雲に、完成品の兵器の海外輸出を解禁するということを打ち出されたわけではない。そして、第二には、輸出先の国家には、国連憲章に合致した使用を義務付けることと明記しており、国際的な条約等をもって、その約束を、日本との間に締結している国に限定することとされており、ここでも縛りを課している。そして、第3には、今、まさに、実際に戦闘が行われている国には輸出を実施しないとする方針が定められており、言うなれば、アメリカや欧米各国がウクライナに対して行っているような軍事支援のようなものにはなり得ないことを意味している。そのため、個人的には、今回の日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で共同開発を実施する有人戦闘機の F3 次期戦闘機を完成品として海外輸出する件は、実際にこうした条件を満たす国というのは限りなく少ないという印象を受ける。そもそも、この次期戦闘機の海外輸出に関しては、イギリスやイタリアがヨーロッパ方面や中東方面を地域的に担当することは必然であり、日本としては、その担当地域は、東南アジア方面が主となることが想定されている。しかし、世界的な戦闘機市場においても、かなり高価な機体の一つととなることが確実視されるこの次期戦闘機について、東南アジア方面で、その購入の資金を準備できそうな国は少なく、事実上非常に困難だと言わざるを得ないだろう。したがって、反対派が、自らの存在をとして、日本が、次期戦闘機の海外輸出を行うことは、従来の平和を希求する方針に反すると、声を大にしたところで、実際に、その調達が可能な国というのは、ほとんど存在しないと見るべきだろう。それでも、イギリスやイタリアが、次期戦闘機の海外輸出に関して、
日本に同じ足並みを取ることを望む背景としては、同戦闘機を個々に3カ国が製造するのではなく、分担して生産することを前提としているからと見て間違いない。イギリスやイタリアが次期戦闘機による代替を目指している現行機のユーロファイタータイフーンも、ヨーロッパ各国や中東地域の国々に販売されており、そのシェアを継続したいとの思惑を日本が満たさないようにしてほしいというのが本音だと思える。逆に、日本の中で次期戦闘機の海外輸出を歓迎する人々の中には、これでようやく日本も太平洋戦争後初の武器輸出の扉が開かれ、これを推進することによって国内の防衛関連企業のさらなる成長につながるとの意見も散見される。しかし、個人的派遣した意見にも、甚だ懐疑的にならざるを得ず、これまでに、近年、兵器の完成品の海外輸出の実績のない日本が、簡単にそれを行いとは思えないことや、党の防衛関連企業が、そうした展開に準拠できるのかの問題も大きいと感じる。近年の兵器は、次期戦闘機に限ったことではないが、大きな兵器システムを構成する一要素であり、大枠で、兵器システム全体を、提供可能な軍需企業と国のみが、それを可能としている側面が強く、日本には、その体制は今はないだろう。ここ最近では、カナダ海軍の潜水艦の調達先や、オーストラリア海軍の新型フリゲートの調達先として、日本が取り上げられているニュースもあるが、これらも、現地生産と、それに伴う技術移転が必ず求められる案件ではないだろうか。そうした状況を考慮すれば、完成品の兵器の海外輸出に警鐘を鳴らす反対派の意見を待つまでもなく、日本が国策として輸出相手国の課す条件を履行できるのか否かがポイントなりそうで、現時点ではかなりハードルは高いだろう。したがって、個人的には、今回の次期戦闘機の海外への輸出を認める閣議決定がなされたことを、必要以上に良い方に拡大解釈する必要もなく、イギリスとイタリアという共同開発国との歩調を政治的に合わせたと考えるべきではないかと感じる。さて、日本とイギリスとイタリアとの3カ国の共同開発を実施する有人戦闘機の F3 次期戦闘機であるが、そのプロジェクト名称は GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが正式なものである。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、将来のグローバルな航空戦闘システム全体を目指すものとして、その名称が付与されており、有人の次期戦闘機のみの開発を目的としてものではない。このため、ここで開発される次期戦闘機には随伴させる無人航空機の要素も包括されているが、ここに関しては、アメリカのロッキード・マーチン社等も参画する可能性があり、今後の動向に注目していく必要があるだろう。ただし中核となるのが有人戦闘機であることは変わらず、日本では、全体の統括及び機体関連を三菱重工業者が担い、その下で、機関部を IHI 社、アビオニクス類を、三菱電機社が中心となって開発することが打ち出されている。これが、イギリスでは、全体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類をレオナルド UK 社が、イタリアでは、全体とアビオニクス類を、レオナルド社、機関部をアビオエアロ社が担当することが決まっている。これらの三角企業の中で、実際の開発の分担をどのように行うのかが、今後詰められていく段階ではあるが、日本の IHI 社は、試作エンジンの XF91 を有することから、日本の次期戦闘機にはこれをベースとしたものの、搭載を予期する声もある。しかし、今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムによる有人の次期戦闘機においては、各国が自国向けに機関部を選べるような仕様にはならず、統一されたものを一括で製造し、コストダウンを図ることが確実だろう。そうなると、IH 社が、ユーロファイタータイフーンでも機関部を主導して開発したイギリスのロールス・ロイス社を押しのけて、その部分を主導する可能性はかなり低のではないかと、個人的には予想している。これは、IHI 社が、試作品とは、KAXF9 を開発したことを思えば、歯がゆい事態かもしれないが、機関部開発において、戦闘機に限らず、船舶などでも、
実績の豊富なロールス・ロイス社には総合力で及ばないと思えるためである。